旧山陽電機ビル、森口市民の手続きの憩いの場となった森口市役所であります。その森口市役所のですね、向かって右側なんですけれども、昨年の7月に移転したばかりの森口警察署があります。そしてですね、この周辺を国道1号線が通っていて、その警察署と市役所の向かい側が淀川工科高校なんですね。いわゆる吹奏楽金賞常連の名門ということなんですよね。その森口市役所から向かって右手の方に新森口市役所前交差点があります。まずは新森口市役所前の交差点を過ぎて、国道1号沿いを大日方面へ向かって進んできます。周辺に和食里野がある森口市役所東の交差点になります。その信号を渡ったところに医療機関歯科があり、そしてですね、塾もあるんですね。ここで国道1号線沿いから離れて右の方へと曲がってきました。その右手に目を向けると郵便のマークが目に映ってきますが、こちらが森口郵便局であります。さらにそこから左の方へと曲がって、道幅が狭くなるいわゆる住宅地、マンションがですね、立ち並ぶ一角へと入ってくるんですが、その先に目を向けると、かつて森口市役所があった旧庁舎の解体工事現場となります。さらにそこから右の方へと曲がって日吉町の方へと入ってきました。さらにそこから左の方へと曲がってきて上り坂が始まることになります。そしてそれと同時に信号のない交差点に差し掛かり、右へと曲がって森口地区へと向かいます。左に曲がって森口地区の方へと入ってきました。いわゆるですね、本町の方へと入ってきたということなんですね。そこから緩やかに左の方へとですね、カーブしてきている様子が伺えるんですが、その先に目を向けると八島の交差点が見えてきました。八島の交差点が近づいてきているんですが、その右手の方には文禄図譜の紹介のパネルがあります。そのパネルのある下がですね、高台になっているんですけれども、小さな滑り台とですね、かつて砂場があったところなんですが、小さな児童遊園があるんですね。八島の交差点へと来ました。そこから信号を渡って右手に目を向けると、マクドナルドの1号森口店があります。そしてその先にはシティホール森口の葬儀会館があるわけなんですね。そしてちょうど今 QA の JR 吹田駅がですね、入ってきたところですが、そこから右へとカーブしてくると森口小学校方面へ行くことになります。その正面に森口小学校の校舎を見ることができます。ここからは森口小学校方面、すなわち森口市水道局方面の道路へと通ってくるんですが、実はこちらの道路は不動になっているんですね。ちょうど森口小学校の正面へと差し掛かってきました。奥の方が4階建ての建物になっていて、校舎になっていて体育館があるということなんですね。そしてそこから正面から左の方に行くと歩道橋がかかってます。そこから伸びてですね、国道1号沿いの方へと行くことになるんですね。そして右手には京阪北本通り児童遊園が見えてきます。その中にですね、集会所が入っているところなんですが、奥に小さな滑り台があって、動物系の遊具が左手、手洗い水道があって、そして右手にですね、このように屋根のついた休憩場所があります。そこからまた右の方へと曲がってきて、京阪北本通りから浜町の方へと入ってきたことになります。さらにそこから左に、そして右の方へと曲がってきて、八雲中町1丁目の住宅地の中を歩いてきます。まあ、一戸建てが多く立ち並んでいるところがあってですね、こうやってですね、マンションが立ち並んでいるところもあります。さらにそこから左に曲がって、そしてもう一回左の方へと曲がって、八雲中町1丁目付近の住宅地を歩いているんですが、そうするとですね、右斜めに目を向けると防災行政無線があって、ちょうど公園に差し掛かることとなります。そこから右の方に曲がって正面があるんですが、八雲中町1丁目第一児童遊園に来ました。その児童遊園の中に八雲南海岸の集会所があります。そしてですね、
入ってくると、その南会館のですね、手前のところにはなるんですが、このように八雲南ジグルマ湖があるんですね。そして児童遊園の中なんですが、滑り台と歯の屋根のついた休憩場所があって、ベンチがですね、あるんですね。反り掛けの部分が2つあって、そして道路側の方に公衆電話があって、ブランコとシーソーが2つあるんですね。そして防災行政無線があります。児童遊園を後にして、そこから北向きの方へと向かってくるとですね、4階建ての校舎が目に映ってくることになります。そして、バックネットのですね、フェンスも目に映ってくるんですね。ちょうどそこから右の方へと曲がってくるんですが、大阪府立森口東高校になります。その森口東高校を過ぎてきて、ここからですね、また左の方へとカーブする形で住宅地の中を進んできます。そしてここから S 字のカーブを描いて進んでくることになります。そして左手の方には4階建ての建物、安心台風森口が見えてきました。そしてそこからさらに左へ曲がってきますが、右手にパナソニックの施設が見えてきました。そして左手の方に目を向けると、愛染会病院の5階建て建物が見えてきます。まあ、なんといってもパナソニックはですね、森口と門真のですね、まさに間にある事業所になっていてですね、事業所がその森口市内、そして門真市内とですね、あって、かつてのテレビ番組でもパナソニックは森口か門真かというのがですね、取り上げられていたみたいなんですけれどもね。しばらく右手にパナソニックの施設を見ながら進んできたんですが、ちょうどですね、北側の方へと向かってきて、岩久保浄水所の周辺が近づいてきているんですけれどもね、そのあたりにはマンションが立ち並んでいて、ちょうどですね、介護同人施設も右手に見えてきたことになります。岩久保浄水所の周辺へと来ました。大阪水道局のですね、岩久保浄水所を右に見ながら、ここで左の方へと曲がってきました。その岩久保浄水所の周辺を過ぎてくるとですね、 GT の文字があるんですが、 GT 森口営業所タクシーの車庫ということになります。そしてここで左の方へと曲がってくるということなんですが、こちらの方にですね、行き道がありましたので、そこから進んでいきます。すなわちですね、ここで府営住宅の中へ入ってくるということですね。大きなテレビのアンテナ塔が目に映ってくるんですけれども、ちょうど府営住宅5階建てのですね、立ち並ぶところ、今はですね、左斜めに住んでいるんですが、淀江町の方へ入ってきたことになります。その5階建ての府営住宅があるところ、こちらが大阪府営の森口淀江住宅になります。ちょうどこの辺りにですね、このような広場があるんですね。待合場所があるんですよね。で、そこからですね、淀江住宅の周辺を進んで、そこで右の方へと曲がります。さらに奥に見えると交番があるんですけれども、また校舎が見えてきているんですね。右の方へと曲がって、八雲小学校前のバス停を過ぎました。そして八雲交番を過ぎて、そこから正面に目を向けると、阪神高速12号森口線の高架があり、そして右手にはコミュニティセンターも見えてきているんですね。そして左手、信号を渡ったところ正門があるんですが、こちらが八雲小学校であります。その右手に見えてきたこちらが北部コミュニティセンターということになります。2階建ての建物があって、その右手の方が体育館ということなんですね。そしてその奥に淀江住宅の8号館があります。阪神高速12号森口線の高架を抜けて信号のところへと来たんですが、そこからですね、信号を渡ってくると、今歩行者信号が青になっていますので渡っていきますが、森口水道局へと行くことができるんですね。そしてマンションがある1階のところにファミリーマートの森口大場店があります。で、ここで右の方へと曲がり、ここから阪神高速12号森口線を右に見ながら進んでいくこととなります。そしてここから左の方へと、急にですね、カーブする形にはなるんですが、それと同時に阪神高速12号森口線の終点となる森口出口のですね、下り坂が見えてくることになります。一方でですね、その
高架下をですねくぐってくると入り口のですね上り坂が見えるんですね。そうすると右手に谷松線の車両がですね5編成止まっているんですが、第二次検査場が右手の方に見えてきたことになります。そして第二市場1丁目の方へと入ってきて交差点が見えてくることになります。そして近畿自動車道、中央環状線、そして大阪モノレールの高架に差し掛かることになります。こちらが第二市場1丁目の交差点になっていて、その高架下をくぐってくると第二市場2丁目の交差点になります。そしてここから直進してくると府道155号へということになります。さらにそこから左右へと曲がってくると国道1号線に入るということですね。中央環状線府道2号に方へ入ってきて、そしてこれがですね国道1号線と一緒の道なんですね。で国道1号線は第二次交差点の方で右に曲がっていくこととなります。そして左の方に行くと府道13号の京都森口線ということになるんですね。ちょうど左手に森口市立図書館が見えてきました。4階建ての建物で、かつてのですね障害学習センターだったところなんですけれども、今はですね市立図書館の方へとですね生まれ変わって、今日はですねスーパープレミアム商品券の販売を行っているんですね。そのためにですね多くの方が利用されているということだったんですよね。さあ、まもなく第二次駅前の方に着くこととなります。イオンモール第二次駅前広場の方へと来ました。この時点でですね今回はフィニッシュにしたいというふうに思いますけれども、森口市役所のですね正面前の方からですね、まあ、大きく回る形で歩いてきたわけなんですけれどもね、いわゆる京阪北本通り、そしてですね八雲中町を中心にも歩いてきたわけなんですけれどもね、ちょうど今6号の第二重機が出てきてですね発車してきたところなんですけれども、まあ土曜日ということでですね今日も多くの方がですね朝から訪れていらっしゃるようなんですが、時間にして57分38秒、距離にして 4.83 キロ、6658兆の415キロカロリーということで、まあ、今日はですね第二次駅周辺でですね放置自転車の撤去作業が行われていてですね、あちょうど今大阪モノレールの1101系、あ第一編成がやってきましたね。開業当時の第一号車ということで今第二次駅の方へと入っていったところなんですけれどもね、まあ、周辺にはこれで喫煙場所があって、まあ、こちらの方はですね土壌喫煙禁止ということになっていますので、こうやって喫煙所が設けられているわけなんですけれどもね、まあ、この第二周辺、まあ、昼間はですね京阪バスの多くが発着していってですね、まあ、中心部ということになるんですけれども、まあ、朝と夕方に森口市発があってですね、まあ、昼間は第二発ということでですね多くの方がこの京阪バスを利用されていると、まあ、平日になるとですねその先に摂南大学行きのバスがあるんですけれども、そちらには大変な列ができるということなんですね。今回は森口市役所の新森口市役所前から八雲中町を通って第二次駅前広場までを歩いてきました。